純一さん、少しだけでも話をさせてくれませんか？うっせんだよ、ペース。お前ら人の不幸をラジオのネタにすんのが目的だろ。俺がこれ以上心閉ざしたら責任取れんのかよ。何事だこの野郎。責任なんか取らねえし、ラジオのネタでもなんねえって言うんだったらこのままほんでぶち折ってやんよ。人が優しく接してるからって付き合うんじゃねえ。恨むなら私らをここに招き入れたあんたの可愛い妹を恨め。やめた、マジ折れっから。お願いです、純一さん、もしどうしてもダメならラジオで流したりしませんから。話すよ、話すから、まず話してくれって。